はい、どうもこみです。さて本日もですね、スーパーユニット関連の動画を見ていきたいというふうに思うんですけども、やっぱりですね、ジャイアントが猛威振るってますね。これやっぱりその優先的に解放する結構上位に今来るんじゃないかなって思いますね。このスーパージャイアントっていうユニット、もう使ってる方はまあ、そのね、使い方の良さ分かってると思うんですけども、まあ、なんといってもこいつのね、いいところっていうのはコストが10しかないのに、この体力が4200ある。つまりまあ1コストあたりの体力を考えると420もね、1コストで体力があるユニットってまあないですよね。かつ毎秒130のダメージを与える。でおまけに防衛施設を優先狙いをしながら、なんと壁に当てるダメージがかける4と、まあこんなね、超ユニットってまあなかなか今までいなかったと思うので、まあスーパーという名前が、つくだけはあるなというところなんですけども、本日はですね、それを使った、戦術ちょっとね、見ていきたいと思います。前回ですね、スーパージャイアントボーラーっていうのを、ご覧いただいたと思うんですけども、まあ、それのですね、まあ、派生系というか、な感じですね。まあ、このですね、スーパーユニットの、まあ、特徴として、その前にですね、今日動画3本見てもらいたいと思ってます。リプレイですね。まずこれ1本目なんですけども、話に戻します。スーパーユニットの特徴、特にウォールブレイカーと、このスーパージャイアントにおいては、呪文の節約ができるというところがめちゃくちゃ大きいメリットになるんですね。例えばまあ、スーパージャイアントで言えば、壁を殴り開けてくれるので、その壁をジャンプを使って越えたりとか、あとはクエイク使って越えたりっていう、まあ、手間が当然、手間じゃないな、そこで呪文を使う枠が省けますよね。で、スーパーウォールブレイカーもそうです。壁を開けるときに、フリーズの呪文を使って、マルチインフェルノとかね、そういうのをこう止めたりだとか、ウィズ島を止めるとか、まあまあそんなようなね、必要っていうのがないというのが、まあ、このスーパーユニット、特に、ジャイアントウォールブレイカーの大きな特徴かと思います。で、前回ですね、このスーパージャイアントにボーラー混ぜるとですね、スーパージャイアントがそのジャイヒーの形になって延々とこう縦になり続けてくれ、かつ、後ろからボーラーが攻撃役として刺していくということで、対空砲なんかがね、目の前にこう来たとしても、それをボーラーが後ろからバウンド攻撃を使って破壊してくれちゃうんで、ヒーラーがなかなか落ちないと。で、マルチインフェルノやあとギガインフェルノと相対するときも、スーパージャイアントってですね、イエティと比べてコストがまあ約2分の1ぐらいなんですよね。約ですけどね。なので、持っていける体数がめちゃくちゃ多くなるじゃないですか。なので、マルチターゲット施設、まあ、インフェルノタワー系のターゲットをきっちりと、スーパージャイアントが集め続けてくれるということによって、後ろのボーラーがやられない。で、ジャイアント、ボーラー、ヒーラー、この3体のユニットっていうのがレイジーに乗っかることによって、全部がですね、まあ、相乗効果が生まれるわけですね。というですね、まあ、ものすごいそのスーパー、ジャイアントヒーラーボーラー、スーパージャイヒーボーラーか、というですね、戦術がめちゃくちゃですね、シンプルかつ、多少のミスがあってもワンチャン全開まで持っていけちゃう破壊力ですよと、まあ、お話をしました。なんですけども、まあ、今回ですね、その、戦術を使っていた、このパンセッタさんがですね、もう一つ見せてくれたのが、このスーパージャイヒー、コウモリですね。これですね、なんて言うんでしょう。じゃあこれ例えば、イエティ、ボーラー、コウモリじゃダメなのっていうと、多分ダメなんですね。あくまでこれスーパージャイアントだから成立する攻め方かなと思っていて、ちょっとですね、そこに関してもう一回、この動画ね、初めから流しながら少し今度は細かく見ていきたいと思います。まあ今ざっくり聞いてもらいながらね、話は掴んでもらえたと思うので、細かいとこ見ていきますけども、スーパージャイアントですね、やっぱりその壁をね、4倍のパンチ力で殴れるっていう、まあそこを使うことによって、今回パンセッタさんですね、ジャンプの呪文1個もないんですね。唯一壁に対して、ダメージを与えるのはこのクエイクしかないんですよ。で、このクエイクを持っていってどうすんのっていうところなんですけども、まあ、まず1層目はこうですね、スーパージャイアントの殴りで開けますよね。で、対空砲目の前のものを壊してからヒーラーを出すということで、ヒーラーをしっかり守っていますね。で、これでジャイヒープラス後ろからボーラーと、まあ、いう格好が出来上がっています。まあ、ここまでは定石通りですね。さらにここ、レイジを使ってスーパージャイアントの動きを加速させ、まあ今ちょっとトルネードトラップに捕まってますけども、加速させながら後ろからヒーラーも入れていって、回復量も上げていく、ボーラーの攻撃力も上げていくと。
で、今クエイクをここにこう打ちましたよね。これどういう意味があるかっていうと、壁にダメージを入れることによってそこをスーパージャイアントが優先的に殴るように仕組んでるんですね。つまりこの部分の壁をスーパージャイアントが優先的に殴るようにしてるんです。なんでスーパージャイアントがこっちに行くんじゃなくて、こっち側に壁を殴って突っ込むとしますよね。で、そういう風なルートを作ることにより、これですね、ウィズ島とかをしっかりとスーパージャイアント部隊、まあ、ボーラーを含めた部隊でケアしていく。で、おまけに突破兵器を使う場所がないので、こういう風にですね、投石機とかちょっとですね、この、スーパージャイアントボーラー部隊の、ケアしきれないマルチターゲット施設に対してこう贅沢に当てていくことができるわけですね。で、シングルインフェルノがやっぱり最近の環境として増えつつある傾向がまた、まあ、加速してますので、シングルインフェルノである以上コウモリの敵ではないわけじゃないですか。なので、残った、ギガインフェルノですね、ここにあったギガインフェルノ、あとは、ウィズ島、あとここにあった投石機とかですね、まあ、こういうのをしっかりとスーパージャイアント部隊でケアしていきながら、残った単体攻撃、単体ターゲット攻撃施設、まあ、対空砲とか、まあ、テスラ大砲、アチャトとかみんなそうですよね。この辺っていうのをコウモリでがっつりこう削っていくわけですね。そうすると、もう、これちょっとね、残り方が半端じゃないんですよ、コウモリの。まあ、あのスーパージャイアントはやられちゃうのはまあいいと思うんですね、ボーラーもそうですけども、呪文の援護をほとんどしないんですね。レイジ2発ぐらいかな、プラス、クエイクの呪文ぐらい、まあ、クエイクって言ってもサポートじゃないですからね、単なる壁にダメージを与えるのがメインぐらいの仕事だったんで、なので、まあ、当然中央に入ったスーパージャイアント部隊はまあやられちゃうのは仕方がないんですけども、ヒーロー全部生き残り、ヒーラー3体コウモリこんだけ生き残るっていう、まあ、こういうですね、その、まあ、村全体もう一回ちょっと眺めてほしいんですが、まあ、こんな感じですよね。こういう、コウモリの天敵になる施設ってこんだけしかないんですよね。逆にこんだけ、たったこんだけなんですよ。なんでここの部分っていうのをがっつり思いっきりこうスーパージャイアントで削ってしまって、こういう風に、コウモリを回していくという感じですね。いやー、まあすごいですよね、こういう使い方もできるのかと。で、まあ多分ですね、これが一つのスーパージャイアントを使った戦術の、まあ、向かう先なのかなっていう気がします。やっぱりさっきも言ったように壁を殴り開けられるっていうのがスーパージャイアントのすごいメリットなんで、そこの誘導にクエイクを使ってあげて壁にこうダメージをね、ここ入れることによって殴り開けさせる壁を選択する、自分で選択するわけですね、運じゃなくて選択していって、ルートを作り、その周辺にある水塔とかを壊していきながら、残ったこういうクロスボウとか、アチャ塔とか、あとはまあスーパージャイアントには苦手なこういうボムタワーなんかも全部コウモリで削っていくと、まあいう格好ですね。まあお見事というほかない感じがまあします。はい。でですね、もう一個ちょっと見てもらいたいのがですね、ちょっとですね、コウモリではないんですけども、このジャイアンさんが取っているこのアタックもそうですね、まあ、比較対象として見てもらいたいと思ってます。ここからはですね、メインはこの今1本目のパンセタさんのアタックなんですけども、最近開発したんで、まだちょっとね、動画素材がそんな多くないんですよ。まあ、比較対象として見てほしいのは、スーパージャイアントプラスボーラーの編成。で、次は、この後見てもらいたいのは、パンセタさんの失敗パターンもちょっと見てもらいたいと思ってます。で、コウモリ掴まない場合は、じゃあどうするかっていうと、ジャンプの呪文を使ったりとか、こんな風にですね、ジャンプの呪文を使ったり、あと、レイジとかをガン積みしていって、もうレイジを絶やさずガンガン撃っていくっていう感じになるんですね。で、まあ、当然、ジャイアント、ボーラー、あとヒーラーってみんなレイジと相性がめちゃくちゃいいので、こういう、まあ、攻め方ができるというところです。結構ですね、ジャイアンさん、ちょっと今回、その、いろんな、手が後手後手に回っています。ギガインフェルドの着弾とか、結構体力が減ってるスーパージャイアントに対しても、トーンも使うのが結構ギリギリになっちゃったりとかですね。で、ジャンプにほとんどスーパージャイアントがこれ乗ってなかったりもしてるんですよ。サイドカットこちらが少しうまくいっていなくって、ユニットは一回こう流れてから中入っちゃいましたね。で、おまけにボーラーもこちら側に逸れてしまっていると、まあ、一見するとかなり苦しく見えるんですが、ただですね、形が唯一できているすごい、このまあもう、この形が出来上がったらほぼ終わりだよっていうところは、これ、ジャイヒーの形プラス後ろにアチャクイとロイちゃんがついていってるんですよ、こういう風に。なので、ジャイヒーボーラーとまあ同じような格好で、ジャイヒーが延々と盾になると。で、ものすごいその、コストあたりの体力が高いジャイアントなんで、ヒーラーで、
回復さえしていけば、よっぽどの、ダメージを受けない限りなかなかやられないと。ダメージが加算でいっても ゲージが赤くなっても、相手の防衛が緩んだところでまた回復するっていうことを繰り返して生き残り続けるわけですね。さらにバネトラップは18ユニットのコストまでしか飛ばせないので、スーパージャイアント10ですから2体飛ばない、だからイエティだったら一発で飛んじゃうんですけども、スーパージャイアントだったら、それがまあ1体しか飛ばないって思っていいと思います。8コスト分の、バネトラップを無効化しちゃうわけですよね。っていう形でですね、まあ、こんな風に、ジャイヒープラス後ろからアチャクイ、あとロイちゃんみたいなのがついていくと、スーパージャイアントがその壁の中を殴りながら、壁のその外側、一層外側の施設っていうのを全部アチャクイやロイちゃんが刺していくというような形が出来上がって、まあ、ボーラーがたとえ逸れてしまっても、やっぱジャイヒーの形が出来上がって後ろにこの遠距離ユニットがいればですね、かなりの伸びを期待することができるということですね。だって殴り上げた壁すごいですよね。ここ開けて、ここ開けて、ここ開けて、ここ開けてるわけですよね。もう、ゴリ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 っていう感じで、止まんないんですよね。なんでまあ、コウモリが使えない場合には、こんな風にですね、レイジをガン詰めして、クイヒー、まあ、ジャイヒーですね、のサポートに最大限呪文を割くという形でも、まあ、このスーパージャイアントは使いますな。どっちでもいいですね。コウモリが使えそうな絵が描けるんであれば、コウモリの方がやっぱり、多少のまあ難易度は上がりますけども、全開を取る上での、まあ、運用途とかいうところは多分なくなりますね。一本目の方がいいと思います。まあ、でも、そういう風な絵が描けなかったとしても、こういう風にご利用していけちゃうと、まあ、いうのが、このスパジャイの、今、非常に、頭一個突き抜けてるかなと思う、まあ、ポイントですね。でですね、最後見てもらいたいのがこちらです。どんな時に失敗すんのっていうところをですね、ちょっと見てもらいたいと思います。パンゼタさんの編成はさっきとちょっと変わってます。クエイクの呪文がないんですけども、まあ、今回のここに関しては、まあ、クエイクなくてもある程度、スーパージャイアントの動きは、コントロールできると思ったんでしょうね。クイヒーでまずはサイドカットをしていきます。やっぱね、これね、ユニットを反らせちゃうとスーパージャイアントどうしようもなくなっちゃうんで、反らせないようにここをまずこうカットするわけですね。非常にまあ、シンプルにカットしていってますね。で、中心部に向けてこのスーパージャイアント放っていきます。壁に関してはとにかく殴れるんでゴーンと一気に開けていきますね。後ろから来た、クイヒーについてたヒーラーも、ここでスパジャイにターゲットを移すんですが、この対空砲をね、ちょっと多分、折ってからこのジャイヒーに移行したかったと思うんですよ。か、アーチャークイーンがこれ折ってくれる、まあ、距離にあるんで、それを期待したと思うんですけども、ちょっとそれが当てが外れて残っちゃったんですね。なので、ヒーラーがだいぶここで、1体落っこっちゃった上に、ホーミング等々をガン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 下って、ヒーラーがどんどん数、減らしていっちゃうんですね。で、それが、やっぱ今回の失敗の理由かなと。いうふうに今思います。中心部に入っていったこのボーラープラススーパージャイアント部隊がここでヒーラーの回復量不足になっちゃったんですよ。ヒーラーが今1体目最後やられちゃいましたね。台風砲に打たれて、で回復できなくなっちゃったがために落とされていって、でギガインフェルノまであともう一歩だったんですが、アーチャークイーンが伸びずにボーラーも一気にやられちゃったというところですね。こうなってしまうと、まあ、悔しい。もうここの区画に関してはしっかり突撃艦イエティで、マルチインフェルノかな、これ、突撃機があったのかな、折っていってるんですけども、まあ、さすがにですね、このギガインフェルノが残ってしまうと、コウモリたちがあっという間にこう溶かされていってしまうというのが、なんとも悲しかったですね。まあ、これさえ逆に壊せていれば、前回まで行ったんじゃないのかなという気もしますから、まあ、序盤、あれだけこうね、対空砲に、ヒーラーが撃たれ続けていたにもかかわらず、まあ、ここまでの、残った施設の数ほどね、なんていうのかな、苦戦したわけじゃないと思うんですよ。多分これが落とせていさえすれば、多分前回までいったという点からすると、まあ、惜しかったかな。あれだけその序盤ですね、ジャイヒーが崩されたにもかかわらず、まあ、ジャイヒーの形は作ったんですけどね、ヒーラーにが、まあ、対空砲に撃たれちゃったという意味で、まあ、崩されたにもかかわらず、ここまでですね、コウモリを、撃つ、まあ、その準備段階というかを整えられたっていう点は、まあ、スーパージャイアントが持っているそもそもの性能の高さ、によって、伸びが、あったためかなというふうに思いますね。ただですね、やっぱりこの、スーパージャイヒーのアタックで失敗しちゃう場合っていうのは、
対空砲で結構ヒーラーがガンガン撃たれちゃう。まあ、これをやっぱりですね、正面からぶち当たれば、ボーラーだったり、あとはアーチャークイーンが後ろから来てればね、それを、撃ち抜いてくれて、まあ、なんとかなるんですけども、横からこうね、対空砲に撃たれちゃうと、せっかくの出来上がったジャイヒーが、ヒーラーが、ヒーラーのロストによって、成立しなくなる。あとは、前回ちょっと見てもらいましたけども、そのジャイヒーの形をですね、その崩されちゃう。例えばそのヒーラーが今で言うとアチャクイのクイヒーからジェーンにスイッチしないとか、そういうことが起こるとさすがにですね、体力4200あるジャイアント、まあ、スーパージャイアントといえども、体力を維持できなくなってしまうので、まあ、レイジプラスのヒーラー、この形をしっかりと維持し続けることっていうのが、このスーパージャイヒーラー、これをですね、使っていくポイントです。まあ、タンホール7とかで結構ジャイヒーやってた方ならね、まあ、そのコツだったり勘どころはわかるかなと思うんですけども、逆にそこさえしっかり抑えて、スーパージャイヒーラーの形を維持できるような、もう流れに乗っかってしまえば、2本目のジャイアンさんの攻めみたいに、多少ボーラーがいなくてもゴリ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 力で押せっていってしまうと、まあ、いうところですね。まあ、このあたりっていうのは、まあ、非常にね、コウモリを使う使わない関わらず、スーパージャイヒーの、その強さを、際立たせる動画になってるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ご参考にしてもらえたらなというふうに思います。さあ、最後少しね、語りが長くなってしまいましたが、ここで終わりにいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。今後もね、スーパーユニット関連の動画どんどん上げていきますので、皆さん新しい環境に、慣れたいよ、早く慣れたいよという方は、ぜひね、まだチャンネル登録されてない方は、してもらえたら嬉しいです。そして、関西クラクラクラブにもね、皆さんぜひ遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。